はい、メダ家族ドエス、いつもご視聴誠にありがとうございます。皆さんのところどうです？雨はどうですか？だいたい全国的に今日なんかどうなんだ、四国とか九州の南部、熊本、宮崎、鹿児島あたりかな、結構雨が降ってるじゃないかなと思いますけど、梅雨前線がね下がったのかな、南の方にね、うん、じゃないかなと思いますけど、昨日ねイベントだったんですけど、お寺ですっげー雨で、もうむちゃくちゃ降ってきてもう結構大変だったんですけど、うん、まあでもその割にね予想よりは全然良かったので、まあ一安心という感じでした。はい、じゃあ今日ですね、本題に入ります。梅雨に入ってこの時期気をつけたいポイントをね、どうだろう、2つと、あとそうだな、やっぱ購入、まあこれは年間通しての当てはまることなんだけど、一つはちょっと伝えしたいかなと。多分前にも一回ぐらい動画で話したことあるようなないような、もうね記憶がないんですけど、あんまり。そうですね、あそうだそうだ、これね今ね画像、あここじゃないか、ここじゃないか、もう終わったか、終わったな。オーバーフローなんですよ、このオーバーフロー、溢れ出す水が溢れて、大雨でね溢れて、メダカが外に流れちゃう。これあんまり経験しないんだけど、今までねあんまり経験してないんだけど、今回どれぐらいかな10匹ぐらいだったかな、流れてました。で、あ、まあ10匹以上だな、輸出した後にね、その水たまりにいました。10匹ぐらい生きてました、朝の段階でね、まあ、夜降ってっていう感じなんで、であと6匹ぐらいかな。それはね、水があんまりないところだったみたいで、流出した後に水がすぐはけちゃって、うん、たまりにくいとこだったんだな。もう手遅れでした。はい、若干カピカピ状態になってました。はい、一つ目ですね、一つ目の注意点、今現在大雨あると思うんですけどね、いろんなとこで、まあ、早速こっちもね、山陰の方も鳥取の方もあったんですけど、溢れ出す、うん、その時にだいたい流出あんまりしないんだけど、うん、なんだろうね、メダカがまあその時の水温とかの状態とかね、状況あると思うんだけどね、天気とかのね、うん、沈んでれば大丈夫なんだけど、メダカが浮いてる場合とか、あとびっくりしてこう飛び跳ねて外に流れちゃうっていう場合があるんで、うん、そういうので多分ね今回流れたと思うんですよ。ただのね、こう溢れる、水が溢れるだけでは、うん、沈んでればね何ともないわけで、だから、ね、このそうだな、余裕を持って穴をちょっと開けてるんだけど、それでもその穴がね詰まったりとかするんで、まあなかなかね難しいんですけどね、こまめにねその開けた穴をね塞がってないかっていうねチェックしたりとか、そういうの辺ですよね。うん、あとはその水質がね一気に変わっちゃう場合、これ割と、なんだろうな、その飼育場とか飼育方法、何か、うん、その辺で結構ね、違いが出ると思うんですけどね。
自分の場合は水替え自体を年間通してあんまりしないんですよ。本当に足し水、まあ若干変えることもあるけど、ほぼね水自体はね変えないんですよ。だから別の意味で、ね、難しい部分があるんだけど、いきなり沈殿してる沈殿物がこうガス発生させて、そこからこう酸欠状態になって一気に本当に2時間とか1時間2時間でね全部落ちちゃうっていうことが年間に、それは水温がかなり高くなった時によく起こります。そういうこともあるんだけど、大雨になった時に水質が変わっちゃって落ちるっていう飼育場、飼育されてる方の中にはあると思うんですけど、それがね、なんでそういうふうに起こっちゃうのかなとかっていろいろ、まあその酸性に傾くとかねあるんだけど、もしかするとその頻繁に水替えしてる方がもしかしたら多いのかなってね思ったり、というのも雨降ってもなんかあんまりないその落ちるっていうイメージがあんまないんですよね、雨降って。やっぱりなんか強いのかなって、メダカが残ってるメダカが強いのかなって、なんか弱いメダカがもうその成長する、まあでもね稚魚とかも本当落ちないんだよな、まあ、制御になると本当落ちないんですよ。だから、まあ、過保護にしてるかスパルタでいってるかっていう違いが、その大雨が降った時に水質がガラッと変わった時にもしかするとね影響出てるのかもしれない。信じるか信じないかあなた次第です。なんかねそんな気がしないでもないな、ないかなと。というのがね、もう一つ水温上昇の話もね、さっきちょっともう入れちゃったんで二つ目になっちゃうんだけど、それが水温上昇とかはすごい気をつけてください。その沈殿物からのガスの発生っていうのね、だからこまめに沈殿物は取っていきたい、水は変えなくてもね沈殿物はなるべく取っていきたいっていうのをね、それが二つ目です。で、あとそのこまめに水を変えるのはいいんだけど、その購入するときに、購入するその購入しようとするお店ね、お店がどういうふうに飼育してるかっていう状況っていうのは把握しといた方がいいんじゃないかなと思います。3つ目ね、これが、頻繁に水替えをしてるのか、それとも結構スパルタで強めのメダカを作っとるのか、そういうのをねちょっとね購入するときにね聞いてみてもいいんじゃないかなと思います。別に聞いても構わないし答えてくれると思います。ちゃんとやっぱりスパルタ飼育っていうのは強いなっていうのはもう実感してます。めっちゃ強い、大雨降っても落ちないかなっていうそんな印象ですけどね。皆さんのところで飼育してるその環境とか水質とかが割とね似通ったところの方が購入するときにそれはもう安心かなと思います。あるね、まあちょっと名前言えないんだけど、あるメダカ屋さんで冬に結構多いんだけど、冬にねメダカを買うとね結構ね落ちるんですよ。1週間とかでね落ちちゃうんですよ。それは温室で水温結構ね水温をね高めにして飼育したりとかしてね、それでね多分影響出とると思うんですよ。購入先の飼育状況っていうのは
聞いた方がいいかなと思いますね。まあ実際その場にね行って購入される方はそこでチェックできると思うんですけど、うん、なんか餌もねもしかすると、そこのショップが何をやってるかっていうのもね関係してるのかもしれないし、なんか相性みたいなかわかんないけど、そのあるじゃないですか、みんなね、あります。もしねあったらコメント入れといてくださいなんか自分もこういうのこういう経験ありますみたいなね、そういうのもねまた皆さんね参考になると思いますんで。じゃあなんかダラダラと喋っちゃいましたけど、この辺でドロンします。メダ家族ドベシタピヨヨン。